徳川持つ具は、幕末の大名。紀州藩十四代藩主。紀州藩八代藩主。徳川重則の実定で、伊予国最上藩六代藩主となった、松平来県の彦。署名は、松平来宮。天保十五年に一月十三日、最上藩九代藩主。松平来学の六夫として、最上藩江戸上屋敷で誕生。幼名は高吉。 高下3年6月24日、陽明を剣吉と改める。安政5年に、紀州藩13代藩主、吉富が徳川家持として14代将軍に就任すると、幕命により、同年6月25日に、紀州徳川家の家督を継いだ。翌安政6年10月13日には元服し、家持の返帰を授かって来宮から持ち継ぐと改めた。 文久2年に上落した際には、公明天皇に拝越して、天敗を賜っている。家持の死後、持ち継ぐを将軍に推挙する動きもあったが、誇示して、徳川義信を押した。長州戦争では、第二次聖長軍の先方総督に任命され、不我老の安藤直弘を先方総督未央大とし、内政においては御用取り次に登用した津田でに、反省改革を行わせた。 慶応四年、母親戦争が勃発した際、持ぐは病に倒れていたが、古三屋の一つである上、戸場、不見の戦いで敗走した、幕府将兵の多くが、藩内に逃げ込んだため、新政府軍の討伐を受けかけた。しかし、持ぐは病を押して釈明し、新政府に背く意思はないということを証明するため、藩兵千五百人を新政府軍に提供するとともに、 軍資金15万両を献上した上、直命により京都警備の一翼を担った。このため、新政府は、紀州藩の討伐を取りやめたという。明治2年の藩籍奉還によって、和歌山藩知事となり、明治4年の廃藩置県で、東京府に移住する。紀州藩主としての知性は13年に1ヶ月であり、この間の江戸散布1回、紀州帰国2回、 奇襲在国の通算は4年10ヶ月であった。明治6年に皇居として使用されていた旧江戸城塞の丸御殿が消失した際には、旧奇襲藩中屋敷を皇室に建納したことにより、金2万円を消費された。明治政府が打ち出した、徴兵令や、出力処分などの新政策によって急防しつつある、士族を見て、武士たるのは、政府の援助など当てにしてはならない。 自らの力で自立するものだと、明治11年3月に、自ら10万円を拠出し、旧奇州藩士族の共有資本として特技者を設立した。買収した田畑からの収入を用いて、特技中学校を開設し、急防する士族の援助育成に尽力した。明治17年7月7日、家族例により公尺を除釈し、 明治23年10月から貴族院議員を務める。日清戦争後、君四等旭実賞受賞を受賞した。明治39年8月、マシン、肺炎にかかり療養していたが、尿毒症を併発し、同年8月20日午後3時50分に、心臓麻痺のため、東京市麻布区飯倉町6丁目14番地の本邸で死去した。去年63、母所は、 池上本門寺、菩提寺の長宝寺には、遺髪が埋葬された。家督は、無こう用紙の寄り道が継いだ。日付イコール旧歴墓所、東京都大田区の長永山池上本門寺、和歌山県海南市の喜び、徳山長宝寺、ありがとうございます。